時とりあえずオーリーしてみてよ。しっかり始めるね。引いてトランポリンと一緒。いろいろ試した方がいいよね。自分の担当は。いいよ。よし、じゃあこれから夏希にオーリーを教えていきます。夏希やってみて。まあ、スタンス狭いね。ただお前にしてはその前のビスのちょっともうちょい前足それぐらい、うん、やってみよう。で、弾くときに後ろに叩いていくから、下に叩かないと。持ち上げて、あ、そうですね。しっかり下に叩いてこっちを持ち上げる。夏希の場合はこっちに弾いて足が、うん、だからまずそんな高く飛ぼうとしなくていいから、初めはしっかり下に叩いて、ちょっと極端だけど一歩前に。イメージね。夏希の今のオーリーをやってます。多分こうなるんだけど、こっちに行ってる。その後ろ足で弾くとって、うん、夏希は面に対してこっちに弾いてる。この裏全体で下に弾いてる。足の親指あたり。親指あたり。うん、で。この辺ですか。これはそうだね。このビスとビスの間のドッが叩ければいい。はい、やってみよう。で、すでに体が前のめりなの。ちゃんとチェックのところ、今膝がピンってなってるからバランス悪いからちょっと膝曲げとく。その状態でいってみよう。で、下にちゃんとしゃがむときもチェックに向かってしゃがむ。そう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 。なるほど、なんとなく、なんとなく。いや、いつも迷ってたんですよ。この弾く場所はじゃないですか。はじ、あ、く場所はだからビスとビスの間だってもう100回ぐらい行ってるからさ、俺。だからちゃんと気にしないと。ほら、ちょっといいじゃん。ビストビストになって、これ忘れないもん。そうそうそう。お、良くなってるよ。ちょっとずつ。今日で習得しましょう。じゃあ次の話ね。なんか月はやっぱ前足がバランスを取るのがまだ下手だから、スケートの上で。そう考えると狭いんだよ。で、テール
ビスとビスの間、ノーズをわざと、もうちょっと前で、で少しだけつま先出す、デッキから、うん、そんぐらいでいい。それでちょっとやってみよう。ほら見た自分に合ったポジションを切っていること。そう、まずはね。これは安定します。普通に立ってる。で、上げて、そうそうそう、そろそろ走りながらちょっとやってみる。最初のイメージ、この線を越える、プッシュして、走ってるとさっきと違う感じるっしょ、はい、でもスケボーは勝手に進んでくれてるから、自分はやり方変えなくていいんだよ。体が前に今飛ぼうとしてるから、じゃなくてちゃんとさっき練習した上に飛ぶっていうのをやればいい。まず上に飛ぶだけ。上が禁止でと分かんねえ。今ちょっとスピードが遅いのと、あとあのさっきみたいに弾いてない。今物を飛び越えようとしちゃってたから、じゃなくてちゃんとスピード出してちゃんと上に飛ぶ。
ノーズを上げるときに当たっちゃってるから少し。その手前で飛ばないと。そうだ。この辺では飛ぶイメージ。ちょっと遠目から飛ばないと。食べてたじゃん。さっき練習したここでやってやったんですけど。ああ。僕のベストポジション。まあなんか怖いな。毎回このここのさアプローチの時の準備の仕方が違いすぎて、準備がちゃんと整ってアプローチして入ってこれる時は飛べそうなんだよね。この辺でまだふわふわ しながら頑張って飛んじゃうと飛べないから、ちゃんともっと前からスピードつけて、もうスタンスを作り始めて、でもちゃんとしゃがんで入ってこれたらいけんじゃない。